結構衝動に近いですね。だからただ作ってるサウンドとかは、まあ、全然いや俺負けないどころか勝ってるなみたいな、その方恩人ですけれど見る海のおやつ。はい、回します。こんにちは、ケレンミ&アタラヨです。さて、そんなケレンミ&アタラヨですが、7月1日にただ好きと言えたらをリリースしました。この楽曲は映画交換嘘日記の主題歌になっている楽曲でして、以上、ケレンミ&アタラヨでした。結構衝動に近いですね。自分と向き合う、負けないどころか勝ってるな。だから終わりがないんですよね。プロデューサーとしてはその人のためにやっぱり曲を作る、一番輝く曲かつ喜んでもらえたりとか、何でもできるようになりたかったんですよ。本当に最初の頃から話すと、19歳ぐらいの時にソロアルバム作りたいと思ってましたね、最初に思ったのは。それが最初の原体験っていうか、高校生の頃にテイトーワさんのファーストアルバムと、あとはそうですね、モンドグロッソとか、後に大沢さんがソロでプロデューサーとしてやってったりとかするんですけど、あと大学生ぐらい、その19、20歳ぐらいの頃に浅本さんとかですね、そういったプロデューサーの人たちがどんどんこう前に出てくる感じがあって、しかもみんなサウンドがかっこいいっていう、そういう、こうプロデューサーだったりサウンドを作る人のソロアルバムが好きだったんですよね。で、自分の中でもこういった音を組み立ててやったらきっとかっこよくなるなとか、そのが頭の中ですごくあって、当時まだ機材もめちゃくちゃ高くて、今みたいにハードディスクレコーディングできなかったんで、なかなか難しかったけど、打ち込みでいろいろ世界観を作ってやったりしてたのが当時19歳ぐらい。でもそこからバンドでデビューしちゃうんで、なかなかソロアルバムっていうのはできなかったんですけど、バンド解散してプロデューサーになって、ずっとこう人のプロデュースをこうやっていく中で、その気持ちを忘れてたわけじゃないけど、どっかそうですね、そこに振り返ることもないぐらい忙しかったんですよ、やっぱプロデュースで。ずっとで37、8ぐらいの時かな、まあ、当然趣味として結構洋楽の新しい音楽とか聴くのが好きで、で2010年代っていうのはすごくこう音楽シーンが今とはちょっとだいぶ違った感じ、日本のガラパゴス化がよりなんかすごかったなっていう印象があって、それにこれはなんとかしなきゃいけないみたいな勝手な使命感みたいなのがあったんですよ。でグラミー賞見に行ったりとかして、ケンドリック・ラーマーのライブを向こうで見たりとか、まあ、ジャスティン・ビーバーとかチャンス・ザ・ラッパーのライブ見たりとかで、向こうでコライトしたり LA でコライトしたりとか、そういう経験をいろいろやってって、レベルの差をすごい感じるのと同時に、ただ作ってるサウンドとかは全然いや俺負けないどころか勝ってるなみたいな、いけるなみたいな、なんかそんな気持ちが当時あって、やらなきゃみたいなのが最初ファーストを作り始めたの。多分37、8ぐらいから作り始めた。でも10年ぐらい作ってますね、だから。もうそういう意味じゃん。ケレンミの海のおやつって、はいはい。これはでもね、そんなに意味はあんまないですね。雑誌の連載をやってたんですよ。ダーツの雑誌の連載。ダーツ。そうです。いろいろやってるんですよね、俺。なんか野鳥のこと書いてる連載やってる時もあったな。めちゃくちゃハマってたんですよ。お察しの通りめちゃくちゃハマってですね。いわゆるカウントアップっていうのです、ね、うん、もう全部真ん中に入ったら1200点ですよ。それが1000何点とかでしたからね。それは連載しますね。ボーリングで言ったら多分270点ぐらい取るみたいな、そういうイメージですから、ね。すごい、私50ぐらいですね。すごい。それもうすごいやっててハマってたんですよ。その時に連載で書き始めて、編集の方がすごい面白い人で、こういろいろ僕の書いた文章に赤を入れてくれるんですけど、その修正、ここはこうした方がいいって。ピーって言って、これはちょっとケレン味溢れるなとかって書いて。ケレン味って思って、
チェってちょっと思いつつも、おもろい言葉だなと思って、面白いこと言う人だなと思って、で、なんとなくそれずっと残ってたんです、そのケレンミって言葉が。で、歌舞伎をたまに見に行ったりとかした時に、まあ、ケレンミって言葉があるし、で、そのソロ活動やりたいなって思ってた頃によく聞いてたのが、まあ、村正とか本音とか、海外のアーティストで日本の刀の名前を使ったりとか、まあ、日本の言葉を使ってるアーティスト、サウンド的にも面白いと思ってて、あ、なんかこういう受け方があるんだって。それでケレンミっていう言葉がなんとなく思い浮かんで、アルファベットで書いてみたら、これかっこいいなと思ったんですよ。単純にアルファベットの並びが。それだけの理由ですね。へー、まさかその、じゃあ赤入れされてた方も。そうです、その方の恩人です。ケレンミの生みの親ですって。なんかね、集中するのが好きなんですよ、きっと。で、ダーツめちゃくちゃ集中するんですよ。やっぱ3投投げて体動かしていけないんで、ずーっとこのままこう、頭もこう、肘も動かず、ここが固定放題になるっていう。でも、簡単なはずじゃないですか、同じことやればいいのに。絶対ずれるんですよ、それが。それが面白くて、で、ゾーンに入って集中した時の感じとかが好きなんですよ。で、野鳥も、めちゃくちゃ集中するんですよ、これ。で、単調鶴を取りに、正月休みにわざわざマイナス15度のところに鼻毛凍らしながら写真撮りに行くって狂ってますよね。いや、もう、で、待たなきゃいけないんですよ。ああ、確かにそう。自然と一体化してくるんですよ、だんだん。そうですね。はい。でもマイナス何度だから、もう、まあ、ご存知の通り、このカメラのね、バッテリーもすぐ減っちゃうから、もう予備もたくさん買ってってですね。すごいあったかい格好をしてずっとこうやって待ってるわけですよ。無にもなれるし、まあ、めっちゃ集中しますね。それはなんか音楽作ってる時と似てたりはするんですか？似てるんですよ、これが。不思議なもんで。似てるっていうかね、多分僕その似てるところ探してるんだと思います。うん、共通項無理やり探してるっていう。まあ、でも、すごいインプットはめちゃくちゃありますね、やっぱり。その自然が好きだったり、鳥が好きだったことで、そこで当然録音もするんですよ、やっぱり。ハンディレコーダーもあって。フィールドレコーディング的な。はい、三光鳥って鳥がいるんですよ。三つの光の鳥と書いて三光鳥って言うんですよ。かっこいいですよね。なんでかっていうと、月日星ホイ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 って鳴くんですよ。月日星ホイ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 。月、お月様と日は太陽ですよ。で、星。三つの光の星で三光鳥です。これが写真ググってください。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。特にオスがめちゃくちゃ綺麗。アイリングが水色で真っ黒で、黒と水色での鳥ですっごい綺麗。集中するのが好きなんだなぁ、きっと。没頭したいんでしょうね、なんか。うん、没入したい。没入。なるほど。じゃあもうそういうゾーンに入ると、割とあんまりこう、何も聞こえなくなるみたいな。あ、そうなんですよ。だからよく言われるんですよ。プロデューサーでよくあるのは、レコーディング中に、今はそんなにないですけど、若い時は、当時はもう朝までレコーディングするのが結構当たり前だったんで、今はね、当然あんまりそういうのないですけど、めちゃくちゃ集中してましたね。もう飯も食わずに全然平気みたいな。そうですね、ちょっと休まなくて大丈夫ですか？大丈夫です。で、次、ちょっとみんなが休みたいですね、本当はね。あれ。それも気づかなかったんですよ。そんなつもりはなかったけど、エツにも入ってたんですよね、きっとね。まあ、ノリノリになっちゃってるから。でもなんか、仕事した人、例えば宮本さんとか、もうそういうタイプというか、もう僕なんかよりももっとすごいと思うけど、もうめちゃくちゃ集中するんで、リハーサルとかも 100% でやるし、そういうところって結構、アーティストの方とか多いと思うんで。で、ケレンミの時は、人のサウンドをこうしていくっていうよりは、自分の曲を作っていく。時に集中するんで、どっちかというと自分と向き合う感じですね。ずっと対話してるっていう。だから終わりがないんですよね。だからプロデュースの場合はまだ時間、締め切りとかもしっかり決まってるんで、まあ今時間の話しちゃうとちょっとすごいお仕事っぽくなるけど、でもめちゃくちゃ集中して最高のサウンドを作り上げるために集中するんですよ。でもこの時間までに終わらせなきゃいけないなと、この時間割を自分らで組んで、ここまでにドラムのサウンド決めてこうでこうでって。そのためには最短の言葉でこれを伝えて、で、アーティストはこれ望んでるだろうから、こうです。で、飯はこのタイミングで頼んで、俺はあったかいもの食いたいから、ここまでで終わらせるとか、全部こう、
考えながらやってるんですよね。でもずっと音には集中していてっていう感じですね。絶対冷めた飯食いたくないですね。プロデューサーとしては僕は本当に何でもできるようになりたかったんですよ。できないことをなくしたい人生だったんで、その音楽に関して演奏とかじゃなくてですよ、そのアレンジメントっていう意味で。だから楽器の知識もつけてきたし、アレンジのテクニックも勉強してきたし、経験も積んできたしってことで、当然フルオーケストラもやれば、ジャズのビッグバンドも、スリーピースのパンクバンドも、ヒップホップも、R&B も、何でもやるし、しかもそこに対して全て深く掘り下げたいっていうふうに思ってやってきたので、なんかまあ自分の曲を作ってるわけじゃないんで、その人のためにやっぱり曲を作るんで、女性アーティストだから男性アーティストだからグループか分からないけど、その人たち、その彼らが、彼ら彼女たちが一番輝く曲かつ自分のストロングポイントが出た、いい形で融合できた曲っていうのを目指すっていう感じですね。一番思い浮かぶ瞬間は打ち合わせした最初の瞬間ですね。打ち合わせしてこういう曲やってほしいんだよねっていう、お願いしますって言われて、どんな感じがいいって言って、サウンドの雰囲気だったりとかこうしたいっていうのを聞いた瞬間にもメロディーとかサウンドがを考え始めるって感じですね。思い浮かぶっていうのはうわーっと回転させるみたいな、この中がこうすごく頭の中は、そうですね、活性化される感じですね。ケレンミだとそれってもともとご自身がこういう曲を作りたいっていう衝動から始まることが多い。ケレンミはだからやっぱりどっちかというと自発的なものであり、あとはやっぱ人の曲聴いてたりとかして、今の曲なんだ、サウンドかっこいいなとか、このキックかっこいいなとかって聞き返してて、このキックみたいな音を使って曲作りたいなとか、あとジャズとか古いの聴いて、和声がすごいかっこよくて、和声をコピーしてて、この和声で全然違う曲作りたいなとか、そういうのもありますね。まあ、作品は当然アーティストのものであり、お客さんのものであるのは当たり前のことなんで、そうじゃなくて、頼まれてやることじゃなくて、自分から自発的にこういう曲が合うのになとか思ったりするときがあって、ただタイアップがあったりとかして、いろいろで、まあ、当然こう当て書きみたいになかなかできない。そうじゃなくて、自分がこれがかっこいいな、美しいなって思う。を発信していきたいなっていう気持ちだったりしますかね。結構衝動に近いですね。だから衝動だけで突き進むときは突き進んだ方がいいなっていう客観しか働いてますね、きっと。今は衝動だけで行けって指令が入ってますね。でも衝動だけで行って進んでも必ず後でチェックしますね。じゃあこう大元にいるのが蔦谷好位置さんみたいな感じで、また違う属性としてケレンミがあったりとかプロデュースワークがあったりみたいな、そういうことのこうあえて構成図を書くとしたらそういう感じになるんですね。そうかもしれないですね。あでもライブの時とかは、今はやらないけど衝動で怪我したりとかよくしてましたね。あの昔チャボさんとバンドやった時にライブで、まあ、10曲くらいかな、やる予定だったんだけど、2曲目で骨折った時ありますね。なんか高いとこからジャンプして、バーンってやったら、なんか人差し指折れちゃって。それは、最後まで弾かれたんですか？まあ、だからこの辺で弾くしかないっていうか。右手ですからね、結構しんどかったですね。で、その2週間後くらいになんか、スペシャルのイベントで弾かなきゃいけないのに、指折れたままそこでも弾いてましたよね。割と結構使いますもんね。そうなんですよ。そういうね、だから後先考えないこと結構やってましたよ。楽器壊しちゃったりとかもよくしてたし。それは本当衝動ですね。衝動ですね。プロデュースでやれることってすごく幅が広くて、ポップスを中心に映画音楽も僕はやるし、で音楽を作らない、例えばシングみたいな、いわゆる全体のディレクションのプロデュースみたいなこともやるし、それはやってて非常に楽しいです。で、多岐にわたるから、そのアーカイブした時に、じゃあこの人一体何なんだろうっていうふうになるかもしれないけど、楽しいことではあって、でもケレンミとしてはやっぱり自分のあくまでも作曲、ポップスにおける作曲を
あの一個の型として作っていきたいなっていうところがありますね。はい、ありがとうございます。うん